出発しようか。張り切っていくよ。リンカの再起にふさわしいいい戦いだった。ありがとう、ももちゃんに言われると嬉しいな。ランカのことだが、口ではああ言ってるけど、ずっとリンカを待ってたんだ。本当は早く戦いたかったに違いない。それを分かってやってくれ。おーい、グズリュー、私に丸聞こえだよ。そういうのやめて。ありがとう、ランカちゃんのことを気にかけてくれて。気にするな、私たちはそのあれだろ。お友達？そう、それだ。だから気にするな。そうだね、これからもよろしくね、ももちゃん。あ、それにしてもお姉ちゃん本当に戦えるんだね。だから何度も言ってるでしょ、大丈夫だって。どうせ私は心配性だよ。でも嬉しいな、これで久しぶりに神楽坂姉妹が復活なんだもの。また一緒に戦いましょう、ランカちゃん。お姉ちゃん、うん、戦おう。私が強くなったところたくさん見せてあげるよ。よかったな、ランカ。うん、あとそのなんだ、うん、短い間だったけど私と組んでくれてありがとう。クズリュ、そんな顔しないでよ。訓練でいつでも組めるし、いつだって戦えるんだから。本当に感謝してるんだ。お前が相棒と呼んでくれた時すごく嬉しかった。クズリュ、なるほど、ランカちゃんが強くなったのはちゃんとした理由があったのね。いつの間にかみんなと一緒にいる、そしてランカちゃんのことを大切に思ってくれる人もいる。ランカちゃん。な、何お姉ちゃん。ももちゃんとこれからも仲良くね。一緒にご飯食べたり勉強したり、私がいなかった時みたいにちゃんと仲良くするのよ。私は別にそういうつもりで。もちろんそのつもりだよ、当たり前じゃん。ランカ、ありがとう。どう、リンカちゃん、ランカちゃんはとても強くなったでしょ。ご存知先生。はい、びっくりするぐらいに。今ならゴーザンゼ先生にも通用するかもしれません。そういえばランカちゃんは私を倒すと息巻いていたわね。いや、それは目標って意味で、本気で先生と戦えるなんて。どうですかランカちゃん、私と勝負してみますか。いいんですか。私が見る限り十分にその資格があるわ。あの、じゃあパートナーは。私以外にいないでしょ。お姉ちゃんと組んで先生と全力の勝負、やばい、ドキドキしてきちゃった。では少し場所を変えましょう。他の皆さんも立ち合いはどうぞご自由に。それではよろしくて。私はいつでも大丈夫です。私もだよ、いつでも来い。本気で行くわよ。もちろん、そうじゃなくちゃ面白くありませんから。
お姉ちゃん意外と強気だね。何を言ってるの？私とランカちゃんなら小春ちゃんとバイオラちゃんにも勝てると思ってるんだけどな。月影とバイオラに？あの二人はゴーザンゼ先生に勝ってるんでしょ？だったら私たちも負けるはずがない。そっか、うん、そうだよね。よし、やれる気がしてきた。素晴らしい力を感じます。それでこそバルキリー。意志なき戦いは恐るるに足らず、心の器が武の器。私たちが守るものは戦乙女の武の器です。行くよランカちゃん。お姉ちゃんと一緒なら絶対に負けない。よっ、やっ、いくらでもかかってこい。やっ、せい、はい、やっ、はっ、せい、ふっ、ふっ、はっ、せい、はい、はっ、いくらでもかかってこい。おりゃ、せい、やっ、はっ、はっ、せい、50コンボ突破、100コンボ突破、たん、おりゃ、ここからだ、せい、ふっ、ドライブ、キスしよっか。これはおしまい。これでゴーハン。
甘く見ないで、くらえ。これでどう？舐めないで。あなたたちの力、見させていただきます。一番いい評価だよ。どんどん強くなっちゃうよ。いい感じ。修行の成果だ。
ランカちゃん。すごい。お姉ちゃんってこんなに強かったんだ。ランカちゃんとドライブしたからよ。なんたって生まれた時からずっと一緒にいるんだもの。先生の長い尻尾も短く感じたくらい。なにそれ。こっちの話。ランカちゃん本当に強くなったわね。あそこまで思い切り振り抜けたのはランカちゃんのおかげよ。うわっ、コウザンゼ先生の隙間から女の子が出てきた。な、何これ。コハル、あれは何がどうなってるの。人間のようです。まだ生きています。生きてるって一体どういうこと。ゴージャンジさん早く。はい、申し訳ありません理事長様。理事長先生、この女の子は一体。その子はこちらで回収します。このことは絶対に他言しないこと。皆さん、急ではありますが定期船は現時刻をもって終了します。終わり。そんな、何の説明もなしに。大丈夫、何も問題はありません。ゴージャンゼさん、一度引き上げますよ。かしこまりました。マナさん、ついてきて。例の件について早急に手を打たなければ。はい理事長先生。マナちゃん。理事長先生もおっしゃいましたけど、この件については他言なきようお願いします。もし情報が漏れればビクニを出て行ってもらうことになります。おい稲川、お前何を言って。では失礼します。一体何がどうなっているの。コウザンゼ先生の中から女の子が出てきたように見えたけど。なるほど、なんとなくつかめてきました。コハル、何か知っているの。まだ確証がないので何とも言えません。でもこれは問題ないことではないとだけ言えます。バイオラさん、少しお話があります。一緒に来てください。わかったわ。ちょっと二人とも。すまん、稲川たちを見失った。どうやらこの島の地下には迷路のような秘密の通路が張り巡らされているようだ。あれ、定期船はどうしたのだ。終了だって。怪我してもいいように体中に蜂蜜塗ってきたのに。うっ、くっつくなってベタベタする。ももちゃん、あまり深追いしてはダメよ。だがあんなものを見て黙っていられるか。なんだか嫌な感じがするの。ここは小春ちゃんに任せておこう。わかった。月影は5期生の筆頭だからな。私よりは動きやすいだろう。月影たちには学校で会える。その時に情報を共有しよう。稲川は何か知ってたみたいだった。そうなのか。うん、どうでもいいけど、お腹空いたのだ。そうね、これ以上考えても仕方ないし、
ご飯を食べに行きましょうか。賛成なのだ。そうしよう。まずは腹ごしらえだ。行くぞ、ランカ。うん。